にちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、贅沢のウニクリームが出たんで、こちらを食べたいと思います。新具材、ほぼウニ。ウニではないんですよね、と。何なんだろう。でも、6.9% はウニが使用されてるみたいです。贅沢ですね。もうウニが大好きなんで、ちょっとカップヌードルで食べられるのめっちゃ楽しみです。じゃあちょっと作りたいと思います。まず、この中を開けてみます。で、ここについてる、これが贅沢にペーストなんですよね。中はこんな感じです。ちょっとこのオレンジ色のがほぼウニなんでしょうね。ちょっとお湯を入れていきます。じゃあ開けてみます。はい、中身はこんな感じです。ウニらしきものが乗ってますね。あ、なんかブロッコリーとかも入ってる。やっぱりちょっと洋風な感じなんですね。贅沢ウニペーストをのせます。あ、透明だ。意外と透明なやつです。ウニの香りもあんましない。なんかバターみたいで、こっちも作ります。それをしてる間にどんどん伸びそうですね。大食い YouTube クリエイターは時間との戦いです。はい、こっちもできました。並べてみるとね、大きさが全然違います。では食べてみたいと思います。いただきます。これちょっと端っこいってもらおうこのまずは普通のカップヌードルの方から。まあいや、味は一緒なんですよね。で、比較で作ってみただけです。クリーミーですごい美味しいです。確かにクリームスープでちょっとウニのね味もします。でもパスタほどクリーミーがソースじゃなくって、クリーミーなラーメンスープって感じです。うん、美味しいです。美味しい、美味しい。あ、これこのウニ屋敷やすちょっとウニっぽいです。確かに。でもなんかあれですね、こう食感とかがウニじゃないですね確かにウニ風の味になってるって感じです。お魚のすり身を固めたやつで、ちょっと柔らかいふわっとした感じのやつですね。かまぼこみたいに濃縮された感じじゃないです。うん、でもめっちゃ美味しいです。はい、完食です。1個だとすぐ終わっちゃいますね。いつもの私サイズのを食べたいと思います。まあ味はね変わんないですけどね比較としてね、ちょっと今日は食べてみたよっていう感じです。うん、ちょっとなんかポタージュっぽくもあり、すごいね。私このスープ大好きです。これがほぼウニのやつです。うんうんうんほんとね、ちょっとウニの味も入ってるかなっていう感じの味ですね。なんかお魚のすり身の味がすごいします。うんうん、でもめっちゃ美味しいです。でも色はめっちゃウニの色ですよね、これ。このトッピング。後から入れたペーストがあるじゃないですか。あれがね、バターの風味がしてすごいね、スープを濃厚にしてくれるし、なんかあととろみも出してくれる感じがしますね。うん、新具材ほぼウニ入り、かっこウニを 6.9% 使用、ウニが香る濃厚クリーミーなスープ、カルシウムたっぷりだそうです。カルシウムも取れるみたいです。この文言、嘘を偽れない感じですね。ウニが香る濃厚クリーミーなスープです。確かに。うん、これ見たらなんか原材料に魚のすり身って書いてなくて、私の味覚はただいかれてるだけかなと思ったんですけど、よく見たら火薬魚肉練り製品って書いてます。やっぱりこれはウニじゃなくて魚肉の練り製品だったみたいです。でもほぼウニですからね、皆さん。うん、なんかシーフードナードルにこれと全く似たような味のやつが火薬として入ってた気がします。じゃあ、あとはスープだけです。じゃあ最後の一口いただきます。完食です。ごちそうさまでした。リッチカップヌードルの贅沢濃厚ウニクリームめっちゃ美味しかったです。私クリームソースが好きだから、私この味大好きでしたね。ウニは本当ウニっぽい、ウニをちょっと感じるかなぐらいなんですけど、クリームスープ自体が私的にすごく美味しくて、バターっぽい濃厚さがあってすごい美味しかったです。で、家の近くのスーパーとコンビニを回ったんですけど、2日間回ってもこれ売り切れになってて、ちょっと遠いところでやっと買えたんですよね。すごいね、結構人気なのかなと思います。ちょっと大きめのスーパーだったらたくさん置いてあったんですけどね、やっぱりね、ウニっていう言葉にね弱い人多いですからね、私もその一人です。とっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄の部分教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。